ママが不信心だからさよお受験落ちたんだよ。ママひどい。ある日の夕食時、年長の娘が急にこんなことを言い始めた。どうしたの？何かあった？おばあちゃんとおじいちゃんとおじさんが言ってたよ。娘の口から出てきた言葉に一瞬あっけに取られたものの、すぐに夫の方を見た私。私と結婚する時の条件だったよね。私と生まれてくる子供は関係ないって。でもって何？約束したじゃない。私は無宗教なのだが、義実家は熱心な宗教家だ。それも私が幼い頃に病気で亡くなった兄の入院中を狙って母を勧誘してきた宗教の家系。私、その団体だけはどうしても無理って何回も話したのに。兄が亡くなるとその人は呼んでもいないのに葬儀にやってきて罵詈雑言を浴びせられた記憶は忘れない。その後数年経過し、祖父が亡くなった際の葬儀には、あなたたち一家は不信心だから天罰よ。おかげで立派なトラウマだ。それでもいいからってあなたが言ってくれて結婚したんでしょ。うん、でも私が何を言っても夫はうんというだけで話にならない。この人頼りないけど優しいところが私は好きなのに、こんな時まで優柔不断なの？夫とは大学を卒業してすぐに出会い、とにかく優しいところに惹かれた。私は気が強い方だったので、何でもうんと聞いてくれる夫といるのは心地よかったのだ。今思うと単に優柔不断で決断力がないだけだったんだ。うちの家に入りたいのなら祭壇を立てて支部長様に祈りを捧げていただかないと。結婚の挨拶へ行った際に義母がそんなことを言い出して大問題になったのは記憶に新しい。それまで付き合っていく過程で宗教の話を聞いたことなどなかったので、まさに青天の霹靂だった。聞いてないですっていうか、入信するつもりはないです。すると義両親は怒り狂って、この女とは結婚させないと言い始めた。夫のことは結婚したいと思えるくらい愛していたので、私も応戦したものの、拉致が明かず、どうしてもというのであれば私は無理です、諦めます。そう言って私は帰宅し、ことの顛末を自分の両親に伝えた。愛しているけど、でもあの宗教が絡んでいるからどうすればいいのか。あなたが一番いいと思うようにすればいいわ。母にそう言われた私は、次郎ともう一度話し合う機会を作り、自分の意思を伝えた。次郎のことは愛してるから結婚したい。けど私はあなたの両親の宗教には入信できない。わかった、じゃあそうしよう。いいの？あなたの実家にも私は行かないよ。無理だと言われるかと思ったのに、まさかの OK の返事が私は嬉しかった。今考えると単に私がそう言ったからいいよって言っただけなんだよね。後で考えると、夫は自分の意思など特になく、私や自分の両親など周囲に流されているだけの人だったのだ。っていうかお受験なんてしてないよね。さよはお友達と同じ公立に行くんだよ。母さんが公立なんてダメだって。まさか集会に連れて行ったの？いつ？母さんがおいでって言うから。拉致が開かないと私は荷物をまとめ始めた。あなたが考えを改めてくれないのなら、私はさよを連れて実家へ帰ります。え、ちょっと待って、母さんに相談してみるから。いい加減にして。あなたの意思は？あなたはどうしたいの？そんなこと言われても、とりあえず母さんに。ああもういい、とりあえず私は実家に帰ります。後ろから夫の声が聞こえていたが、無視してキョトンとしているさよを連れて実家へ。急にやってきた私に両親は驚きつつも、すぐに何かを察してくれたらしかった。幸せに何事もなくいてくれればと思っていたが、そうか、宗教の力は怖いもんだな。それから意外にも離婚はスムーズだった。さよは私が育てます。離婚の慰謝料は請求しませんが、さよに勝手に接触した場合には請求させていただきます。弁護士も入れてきっちりと取り決めもした。次郎にはもっとちゃんとした信者の娘さんと結婚させます。この疫病神。何とでも言ってください。それよりも念書の内容を忘れなく。義両親は散々悪態をつきながら夫を連れて去っていった。心配していた娘の精神状態だったが、パパの方のバーバはお祈り間違えたら怒るし、嫌って言ったら怒ったから嫌。どうやら娘にとってはまだ信仰も理解できていなかったらしく、あの時の言葉は義母の言葉をそのまま言っただけのようだった。地元は同じなので噂として聞こえてきた話では、その後
夫は義母の勧めた同宗教の女性と結婚。何でもその女性も離婚しており連れ子がいるらしく、義母は大層喜んでご近所さんに行って回っていたそうな。娘が小学6年になった今では某アニメの戦国武将キャラにドハマりしている。お母さん、今週の政宗様超かっこいいの。もうやばいの。そんなにやばいの？そんな娘に影響されて私も二次元男子たちの虜になり、親子2人暮らしだが楽しい毎日を送っている。そして最近私が仕事で栄転することになり、娘と話し合って中学進学に合わせて引っ越した私たち。地元を離れてすぐに元夫が実家へやってきたらしかった。母さんがそろそろ木が熟してるから迎えに行ってこいって信託なんです。そんな感じのことを言って玄関の母を押しのけて実家へ侵入。その日非番で在宅していた父と遭遇し取り押さえられた。なんだお前は。母さん、警察。定年が迫っている父だが運送屋で勤めているのでがたいはよく、より貧弱になっていた元夫は全く歯が立たなかったそうな。っていうか見た目変わっちゃってて名前聞くまで誰かわからなかったわ。変質者か何かかと。元夫は再婚した奥さんとも義母の指示で離婚したようで、少し心の病気になっていたらしい。その後入院治療が必要と判断され、警察から病院へ入院となったとのこと。義実家がどうなったのかは知らないが、父曰く廃墟みたいな家になっていたとのことなので、もう引っ越したのかどうなのか。きっかけは必要だが、やはり運命は自分で行動してこそ切り開けるものだと私はそう信じている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。